ダークセイバーです。今回は上の世代強すぎ、クラウンプライドが G1 級を勝つにはどうすればいい？に対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。クラウンプライドが G1 級を勝つにはどうすればいいのだろうか。ただでさえ相手が強くて困ってるのに、下にも強そうなのがゾロゾロいるんですが。この子もボルドグみたいに決め手にかける子だっけ？決め手もある22チャンピオンズカップ、ただ年上の世代がそれ以上の決め手で無慈悲に持っていくだけ。いや毎回化け物と戦ってる子。クラプラは前目で強い競馬するけど差し切られたりねえ。強いのは間違いないんだけど。まだ4歳だし気楽に構えてけ。というかどこでもコンスタントに走るせいで逆にどこを狙えばいいのかいまいちわからん。海外に逃げそういやダートは海外の方がすげえんだったわ。生えてくる6歳のジジイどもの最大の被害者。22チャンピオンカップは勝ったと思ったんだがな。南部杯とか良くない？スピードあるからマイルで見てみたい。カフェファラオ、こんにちは。名称ハリオ、カフェファラオがやらかしましてね。そういえばこいつマイルもいけるの証明したんだよな。サウジでもドバイでも入着してる偉い子なんだけど20世代が魔量すぎる。同じ G1 2着2回だし言うて変わらん。ボルドグは重賞馬ですらないしな。クラウンプライドに限らず新谷厩舎のダート馬みんなそんな感じだと思う。グランブリッジはなんでジャパンブリーダーズカップ負けたのか。未来渾身の騎乗だったから。それはそうとクラウンプライドも5歳以降が本番っぽい気がする。ダート馬だしジジイどもが出てこなさそうな地方 G1 ないの？あったら G1 にならねえよ。マジでない。どこにも門番がいる。ない。どのレースでやらかしてもバックアップ要員がいる。いないと思ったら生えてくるんだよな。どこでもそれなりに強いのにそれ以上に強い奴がどこからともなく湧いてくるという。 G1 という称号を得たい。久しぶりに勝ち星が欲しいならレーティングを生かしてコリアカップという手も、でもその前に帝王賞勝てたら行く意味はそんなに。もう国際 G3 なので G1 タイトルにはならないんだ。つくづく20世代の被害者だわ。真面目に狙うなら来年から4月に変わる川崎記念か。20世代含めトップ層はみんなドバイ行くだろうから少しは相手も軽くなるはず。いやほんまにローテ的にそこくらいしか層薄くなりそうなところない。そしてクラウンプライドはどっちかというとドバイ行く側の馬である。帝王賞、立面、南部杯、中3、ジャパンブリーダーズカップ、立面、チャンピオンズカップ、立面、東京大賞典、立面、終わりや。ジャパンブリーダーズカップからのチャンピオンズはあまりに無慈悲だったな。さすがに来年になれば上の世代も多少衰えてくるだろ。肝心の6歳世代が衰えなさそうなんですが。来年以降、20世代、まあ取れるとこはあらかた取ったしぼちぼち引退すっか。21、22世代、シャオフさんともやっといなくなるぞ。23世代、どうも先輩方よろしくおなしゃーす。早けりゃ今年のジャパンブリーダーズカップあたりで VS かな。まずはコリアカップとかでガチクラと習得賞金が欲しいね。もちろん帝王賞勝ったら関係なくなるけども。ブリーダーズカップクラシックでも見てみたいけど、さすがに本場相手じゃ日本以上に厳しいよなーって。延々とサウジカップ、ドバイワールドカップは川崎記念、帝王賞、南部杯はジャパンブリーダーズカップ、チャンピオンズカップ、東京大賞典でどこか勝てるのを待つくらいしか浮かばない。なんかいい感じに粘れて後ろがごちゃつけば、ワンチャン粘り込むのが強い馬だし勝ち目はある馬だと思うよ。こいつオフさんになったら今のオフさんたち同様若い連中ボコボコにしてきそう。カフェファラオもワンターン左回りダートだとやらかさないからな。名称ハリオはやらかしたのに馬券突っ込んできてある意味狂気。時期が悪いおじさん、あと2年待て。待ってたらザダイヤみたいになる。リーチザクラウンさん食って成長性どうなのかね。ダート馬といえどピークが過ぎないうちに勝っておきたいよね。スペ直系の希望だし早いところ結果を残してほしいとは思うけど、どうなんだろうね。今年か来年くらいまでにデビューするリーチザクラウン3区が車台にいた頃の世代なんだっけか。府中森を構える、王が君臨してるので無理。それ以外のマイル、柏記念ミルにハリオ、中距離、ケインズ、ハリオ、ライトボルト、ウシュバオイは、海外、オイなんで芝からの客にも負ける？ブリーダーズカップでも行くようか？やっぱり20世代おかしいくらい強いな。あのブリーダーズカップにも現王者のウシュバ出るんですけど、クラシックじゃない方よ。ブリーダーズカップダートマイルなら、守護馬になれるのかよくわからないラインだわ。馬主が特殊だわ。スペの直径をつなぎたい。という熱意でもあればワンチャン。現状の戦績だと G1 勝ってる分、純ライトボルトの方がスペ孫世代として残りそう。なんかどっかの西山が出てきそうだが、現状20世代ダートって歴代ダートクソ強世代の中でも G1 級の勝ち蔵の取得ペースが最速らしい。
今年の残りのダート G1 ジャパン1を全部取ったら史上最速で最多勝利になるんよな。ジャパンブリーダーズカップがクラシックだけでも最速で最多勝対。こういう世代にありがちな芝が手薄ってこともないのがすごい。三冠馬が獲得賞金3番手になるとかいうぶっ壊れ世代だぞ。いつ見ても謎だわ。1回勝つだけで賞金が北三ブラックに並ぶ G1 ってやっぱやべえよ。他のダートクソ強世代でも6歳終了時点で G1 94-15 勝なのに20世代はすでに14勝とかだったはず。プロミストゴリア、萩野アレグリアス、タガノビューティー、いつ面外ナイスカスカ川崎記念にジェットストリームアタックを仕掛けるぞ。うわーやめてくれー。来年の川崎記念は4月になるから例年より楽しいメンツになりそう。こいつらが控えになる世代の層の厚さよ。どいつもがやらかしましてね。って言いながら持って行っても不思議じゃなくて草生える。万が一このまま G1 取れずに終わったら後世で生まれた時代が悪かった馬認定されそう。現時点で認定されてない？シーキングザダイヤ枠か。振り要素になってくれ。シルコレ界のシルコレは勘弁ね。海外ダート G1 でアメリカドバイほどガチってない国ってあるんかな。あるならそこ狙えばいけるんじゃね。行くか南米。ドバイサウジぐらいしかない。パンサ1800なら任せろ。ウシュバ金もらえるんなら何でもいいぞ。どっちかというと後から生えてきたの多いよな。20世代は18や19は3歳児からヤバいのいたし。芝もこのパターン多いの笑う。チャンピオンズカップ、ジュンライトボルト、東京大商店、ウシュバテソーロって世代交代告げられそうなタイミングでよくわからんのが生えてくるな。出遅れなければ勝つだろと言われてたケインズが綺麗にフラグ回収して出遅れる。クラウンプライド、クラウンプライドが止まらないの価値格みたいな実況&手応え。前が開いた瞬間渾身の追い出しで弾丸のように伸びてきたジュンライトボルト。かわいそう。純粋に実力が G2 レベルだからじゃないの。日本テレビ杯も負けてたし。ジャパンブリーダーズカップクラシックチャンピオンズカップ2着でサウジドバイ5着の馬が G2 レベルであってたまるか。異常に差しが効くババだったとはいえあの時のフィールドセンスは何だったんだ。サルサネイサンを3馬身突き放してるんだから普通勝てそうなのに。ワールドカップの叩きにマクプームチャレンジレース3トロー。サウジカップ行く？そうですか。正直時代が悪かったって馬が別の時代に生まれても G1 勝てる気がしない。だから勝って見返してくれ。天皇賞とグランプリが勝ててないけどその分オイルマネーをガッポガポだからなこの世代。円安だから間違ってはないのがまた。逆に言うと天皇賞とグランプリ以外は勝ててるってことだしな。特にジャパンカップなんてこいつらの狩り場になってるし。サウジとドバイ、同世代で取ってるのはもはやバグ。とりあえず次の帝王賞はどうやって勝てばいい ?20 世代が全員やらかすという奇跡に近い確率にかけるしかない?活躍できる範囲が激強な部類なのにその条件で無敵なカフェファラオ。こいつが構想できる場所は海を越えても山を越えても不中。20世代の有力馬沈みそうになって。よしクラウンプライドいけるな。後ろから来たるよりやべえのパンサラッサなんてとうとう沈まずに勝つし怖い。パンサラッサが沈んだらカントリーグラマー20世代が来るぞ。あいつら同い年なんか。一頭くらい南米遠征してもええやろ。まあクラプラ君も成長するかもしれないしな。ダートは長い式長に見ていこうぜ。まだ4歳ではあるしな。20世代って無敵感はそんなにないけど舐めてかかったら痛い目見る感ある。さっさと G1 勝たないと3歳が今の期待通り上がってきた時にさらに厳しくなると思うが。とりあえず22世代ダートじゃこいつが一番強いんか?牝馬との力関係はわからんけど。多分そう。次はリメイクか右回り大箱のノップルの。年取ったら気性落ち着くのかな。落ち着いたらもっと強いだろうが。ラスボス枠。帝王ケインズ結構やらかす。隠しボス枠。ウシュバテソーロやる気ないからラスボスではないがうかつに手を出すとし。ギミックボス枠。カフェファラオ森岡とキングアブブルアジーズ枠中。ピンクカメハメハと一緒に先輩方を蹴散らすはずだったクラウンプライドに明日はあるのか。まだ4歳だしこれからよ。この状況で秋には3歳世代がやってくるんよ。割とあっちもカオスなメンツなんよ。ヤマミンウルス、ユキタム、ミトノオ。他におったっけ。デルマ外掛け、マンダリンヒーロー、コンティノアール、ご来光、この辺も。帝王ケインズも名称ハリオも任すにはまず出遅れするとこう祈ることから始まる。そいつらが出遅れても他の6歳世代が出てくるという事実。4歳世代ってクラプラ以外重賞レベルっていたっけ?スプリントや牝馬は強め。ハピはまだリステッド級だからあとは現状世代限定勝ってるノップルのぐらい。クラプラは究極の器用貧乏って感じ。まだ多い専用機と分かってるノップルノの方がなんとかしようがありそう。4歳にはまだ最終兵器ウィルソンテソーロがおるでなん。6歳にもプロミストゴリアがいるって。
やる気のないチョコボというネオ X デスワクは1800メートルならエンジンかかるのが若干遅めなので、正気は見出せるかもしれない。ケインズは2回に1回やらかすのでそこを狙うといけるかもしれない。ハリオも結構やらかすがなぜか自分で尻拭いしてくる可能性がある。ジュンライトボルトは自走のコンディション次第ではいけるかもしれない。全部かもしれない止まりだから、結局クラウンプライドが、より一層強くなるしかないという。20世代は去年の中央地方のダート重賞勝利数が歴代最多だからな。G1 馬ですらあんだけいるのに G2G3 にも地味毛量がうじゃうじゃ。大体の重賞かっさらっていくから他の世代が賞金加算できずに、交流 G1 の出走枠を20世代で占拠してるの芝生える。来年のフェブラリーステークスとかならいけそう。下の世代とかまだ生えてきてないのを除けば来年も現役でここ使いそうな強いのって、レモンポップと名称ハリオくらいだろうし。結局、強くなるしか他にないんだよな。結局こいつの一番得意なコースはどこなの？どこでもいけるんじゃないすかね。とりあえず帝王賞でどれくらいのパフォーマンスを見せるか。久々の右回りに対応できるかも結構試されてるからな。何気に大井はまだ走ってなかったはずだから帝王賞がどうなるか楽しみではある。一番いいパフォーマンスしたのは UAE だし1900メートルが適距離という可能性。馬場もコースも海外も関係なく走れるのはすごいんだよね。すごいんだけど。客室も自在となるといよいよ企業貧乏極まってきたな。ドバイで後ろから行ってたな。